こらな、姫様、見張ってて間違いなかったろ。かすかに妖気のよどみを感じて怪しいと踏んでいたんだ。ご苦労であったな、キスケ。しかし随分と役もたまったことじゃろう。一度清めに参らねばならんな。清めというなら温泉の一つにでも浸かりてえな。裸の姫様に酌してもらって、湯けむりで月でも見ながら。バカ者、調子に乗るな。カゴ鶴瓶とか言ってやがったな。間違いねえ、妖刀村正だ。まったく切れ味が良すぎて曰くつきが多すぎるぜ。一体どんだけありやがる。村正だけでもこの数で、恨みの数は星の数。まったく終わりが見えてこねえや。行きがかりとはいえ、妖刀狩りなんてとんでもねえことを始めちまったもんだ。人殺し、命ばかりはお助けを。助けてやったってのにそりゃねえぜ。それにあれは峰打ちだ。気を失ってるだけだから解放してやりな。しかし仕事柄仕方ねえとはいえ、あんまり因果なことを続けていりゃいずれ妖刀の餌食になるぜ。こいつは隙あらば人を斬ろうと狙ってやがるんだ。置いとくと危ねえから、助け賃代わりにもらっていくぜ。世に残る村正の作刀数々、不用意に抜こうものならその刃に心を奪われ、切れ味を試さずにはいられません。人斬りの味を覚えた先は奈落が口を広げております。月に踊る二つの影は人を惑わす太刀の狩り人、取り手を手を出し抜いて取った妖刀をその数千本。妖刀村正忍法帳、これより百鬼妖刀千本塚と名を変えて、キスケと桃姫の妖刀探しの旅は続きます。なれど今宵は夜も更けました。続きはまたのお楽しみ。はあ、これがねえ、あの悪名高い村正かい。いけねえや、あんまり見入ってると正体なくちまうぞ。持ち主はことごとく乱心して果てたっていう曰くつきの代物だ。へえ、この地金にこの反り、いや見事なもんだねえ。なんだい、冗談はよしてくれ。おい、そこまでだ。